板橋区民です。お隣の北区出身のひろゆきさん的に板橋区はどんなイメージですか？うん、治安が悪い。まあ、僕板橋区 の北園高校っていうところに行ったんですけど、まあ、北区って割と上品なんですよ。赤羽とか上品の街があったりして大都会なんですけど、まあ、赤羽に比べるとちょっとね、まず板橋ね JR が通ってないんですよね。あの区でありながら JR の駅って板橋ぐらいしかないでしょ。で赤羽だと、まあ、その北区だと王子とか赤羽とか十条とか、まあ、東十条とか、東十条違うか、まあ、いろいろあるわけですよ。なのであの大都会だし交通の便もいいんですけど、まあ、板橋さんはね地下鉄ぐらいしかないんじゃないかなと思ってます。はい。